大友後輩記は、江戸時代初期に書かれた、軍記物。大友氏の攻房について、大友義重大友義宗の二代を中心に記されている。次女によれば、寛永12年、佐伯氏の兼人、杉谷氏の一族である、杉谷宗重によって書かれたとされる。九州のすべての通信の書に先立って成立したと、考えられる古い軍記である。 剣巻及び二十二巻の全十三冊からなる。大友氏、特に大友義重の一代を中心に、その繁栄や戦の様子を滑車し、この吉宗については、文禄の役での不守備により文語国を召し上げられて、毛利照元に預けられるまでを記す。大尾に、江戸の世での吉宗の子息たちの消息を添える。前半部の内容は、未整理で、時系列に沿って並んでおらず、 また全体に年季の間違いも多いが、大友氏に関する記述の詳細さは群を抜いており、後世の九州の歴史書に多大な影響を与えた。天正4年に日本で初めてフランキ法といった大法が伝来した記録が記述されていることでも知られる。また、相撲のしこ名が文献上確認されるのは、この大友後輩期が初見とされ、成立が 江戸の肝心相撲と同じ17世紀前半であることから比較資料として重視される。大友後輩期では、大友死衰退の原因を、軍配者である、住熊石州の意見を聞かなかったためと記述している。後世に与えてしまった影響として、人形の相性論がある。巻12には、敵魚林の陣を取らば、味方は万月の陣を張るべし、方園を取らば、こちらよりは、 眼光を取るべし、格欲を取らば、長打を取るべし、喫茶器屋を取らば、公約を取るべしと、人形と人形の相性が記述されているが、実際には相性があったとは考えられず、後世の歴史シミュレーションゲームにまで、人形愛性説といった形で影響を与えてしまったと見られている。市川博史太氏、絵本出現の一背景、絵本奉還の著者。 立花の胸主の出自の解明を通して、ハット AB 古典遺産の会1997、P424、鹿児島大学附属図書館コレクション古典遺産の会1997、ピアニッシモ、441から44、菊池俊彦、図布江戸時代の技術家、常和出版1988年、P544、内立茉貴子、 大相撲の不思議潮新書2018年 ISBN978 から4から 267021497P184 歴史人82016ナンバー 68KK ベストセラーズ2016年ピアニッシモ、も86から87ないし、まさ 戦国の人形講談社現代新書2016年 ISBN 978から4から06から28万8351から 1P193 当初の結論として戦国期の八人自体武田信玄が試験的に行った例があるくらいでそれも村上の力夫が考案した五種の兵種別変態の人形によって破られたことで八人に実用性がない ことが証明されている。ないし、正彦戦国の人形2016年、P193、ありがとうございます。